マジラストスパート、レッツゴー。サワイヤンチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは、サワイヤンチャンネルでさーしゃーと、今日はライアン・テリーとリー・ジンボにしゃべってます。わかんない、違う、ご紹介します。田口です、よろしくお願いします。あ、オペーか、オペー、オペーです。久しぶりの登場、よろしくお願いします。カリキンです。カリキン、よろしくお願いします。なんですけども、ちょっと僕たち、はい、フィジーク、まあ、一応の純平さんと金金さんはフィジークというね、はい、筋トレの大会のプロ選手、プロ選手トップオブトップでございます、ね、でそんなお二人、僕らも出られたことあるね、出たことあるんですね、フィジークの大会出た後、どうしてもやりたいこと爆食いなんですよ、はい、やっぱハンバーガーそういったりね、そういうのやりたいじゃん。 その中でお二人、まあ、最近ですね、はい、大会、まあ終え、まあ、ちょっと飽きましたけど、お疲れ様でした。一番今食に飢えてる状態の怪物2匹でございます。化け物2体連れてきてまいりました。でそんな化け物2体と僕ら、はい、どっちのがハンバーグ食えるのかっていう、いや、住所確かにこれだけ聞いたらそう、そういう予想だろうね。みんなは多分今絶対バカなのかなって。こっちも YouTuber、 そうですね、こういうハンバーガー系の大食い、この間もね、バーガーキング行ったりとか、そうですね、いろいろやってますから、キャリア、完全こっちが上、経験値が、それは間違いない、だからまず初心者ですよ、ファーストチャレンジ、ファーストチャレンジ、誰よりも美味しく食べる自信は、あ、美味しい。ちなみに皆さん、今すごい視聴者とみんな期待されてるじゃないですか。先ほどね、カネキンさん入ってこられた時に、ごめん、シャッチュータッチュしてる。ちょっと僕の中入るわ。今、増量入ってから、ちょっともうターゲットしましたって言って、何言ってんだ、面白いのって。いや、プロ選手ですから。プロ選手、まあまあ、確かに。食事は普段、保険をかけとか。保険をかけとか。らしくないな、保険かける。だって、今期の成績、どうでした？大会の成績。まあ。納得いきましたか？納得がいいよ。いきなりさ、でしょ？あんたが、してないですよ。してないでしょ。じゃあ食べてもらわないと。悔しくないのか、食べてもらわないと。食ってこうよ。間に純平さんがいるから、パンチが来たら守ってもらったよ。素晴らしい。これ、そうしか言えない。言えない。僕しか言えない。エンタメでございますよ。はい、エンタメですよ。このお二人は、年中、厳しい食事制限をしてる。それは間違いない。そんな中、この企画に参加していただけること、目標何個ですか？いや、わかんない、食べたことないけど、10個は食べたいよね。おー、10個はすごい、かなり分かんないけど、食べたことないけど、10個は頑張りたい。カネキンさんどうですか、目標は？いいで、10個だよ。うるせえ、もう余裕っしょ。あ、余裕だよ。もうジャイアント来たで、何個？10個ぐらいですね。10個ぐらいでしょ。もう、まだ順平のペースについていく感じ。なるほどね、順平さんがじゃあペースメーカー。だもん。僕実はね、パンが結構強いんですよ。あ、小麦だ。そう、小麦類が結構得意だ。逆に米とかあんま食べないんですよ。通称ラクダ。ラクダって言われます。パサパサしたものが出ないっていう。なるほどね。ラクダがね、全然刺さってないんですよ、通称が。あんまりそういうことみたいな。俺普通になるほどね。ヤンの最近のちょっと悩みが、勢いよく食べすぎるとリバースしてしまうんですよ。あ、なるほど。結構やばいんですよ。でもリバースだ、ルール上。あ、まあ、その時点で失格になります。まあ、正直、まあ、何個ぐらい、いや、50、自分一人で行けましたじゃあ、買いましょう。カメラマンの側で
だよ、カフェ一応。やっぱここでプロに食らいついていきたい。確かに。そのここで勝てないと。いや、僕ら iPhone で4500さ勝てるからね。同じっすよ。同じ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 ゃあ、いいライン。いや、いつでも。じゃあ、行きます。やばい、ちょっとこれね。なんで、なんすか、これはもう、本当に何も喋んなくていいよ。あ、全然いいですよ、黙々と。それは YouTube じゃん。まあ、一応、僕らは喋るんで。そうだよ。基本的には集中してた。一応ね、これプロなんで。そうだよ。ファーストチャレンジです。そこは任せたら。いいっすね。いいっすね。そこは任せた。よっしゃ、カラー。いつでも、合図ください。流し込んでる。マジフードファイター。すごい。お兄ちゃんいいぞ。なんかチーム戦ならね。そうですね。確かに。金金さん、純平さん、三つずついったの。え？三つ目に突入。まだ二なんだけど。え、結構早い。結構早い。二十分だから。これ。あ、確かに。戦略ね。回しよう。なるほどね。ちゃんと追いつくんで。多分ね、五六個目ぐらいから来るこれ。なるほど。多分そこ次。水をすごい多用してる。水を飲み込んでる。お兄ちゃんこれ飲み込んでるから冬だ。すごい。4つ目まだ4つ目おーよー。今が今安牌に食べてる。いや、ペース崩さない。なるほどね、なるほど。マラソンだから。うわ、純平さんめちゃくちゃ早いんだよ。はい、丁寧に食べてるからですよ。いや、待って、真ん中の二人が対象的な。あ、止まった。止まった。あれ、止ま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 れ。カネキンさん全然食べてないの。いただいてます。カネキンさんね、結構自分のペース保ってる。カネキンさん3つ目。俺も4個目に入って。俺ここ目今何個？2個だよね。あ、ここ目何だ。あら、でもちょっと考え、そう、確かに。そう、プロ、確かに。これ、やばい。早いよ。ほんまに絶対これ、すごくないよ、これ。これ、ドッキーじゃない。早い、ちょっと。え？やばい、やばい、最強だよ。早くない？そうなんですよね。
ドッキリとかでめっちゃ辛いのあるとかないよ。大丈夫だよ。そういうことなんですね。そういうのはしない。今日本当にガチなんで。オッケーオッケーオッケー。ちょっと俺ら勝負の分なんてあれですからね。負けつけない、負けつけない。負けつけない、負けつけない。ちなみに、視聴者じゃないと思ってたら、いや、もっと喋って。純平さんと一緒にジンギスカックも話したんですけど、純平さんのジンギスカック行った時に、ガチでラム肉20皿ぐらいなんですよ。今それがね、たぶんね、サワと初めての出会いだよね。で、そう、で、店員さんに聞いたら、お相撲さんと張り合ってますって言われた。やば。食べる量が。結構ね、食べるんですよ。だからプロなんですよね。いや、間違いない。でもね、やっぱ食べれた人の方が今ちょっとやばいこと言ってんじゃんとか。痛くないよね。金金さんがさ、こんな体でかいのにさ、こうやって食べてさなんかさ、フレンチみたいな、なんかさ、フレンチみたいな。いや、もうマジですよ。おー今、金金さん何個購入した今、サワと同じでこれで4個4個、もうみんな早くなって俺5個目、5個目、6個目あ、違う違う、本当に？え、6？ 6よかった、準備ができて。みんな金金さんの。いや、じゃあ3つ目。いや、じゃあ、任せて。俺も打つことがいっぱい。そうでしょ。だから、お疲れさんの話。これね、バロンね、5、6ペン来ますよ、これ。だんだんなんか、ちょっと思ったけど、ちょっとポテト挟むって前なんで。ああ、ね、ちょっと楽しむっていう食事を、まあ、前回そのバーガーキングでもポッと食っても全然食えなかったじゃん。いや今回は適量ね、うん、食いすぎんのサラダみたいな。ああ、こういう感じか。ちなみにお二人は大食い企画やったことあります？ YouTube でこういう挑戦系、はい、まあ言ったらエンタメ系はありますね。初っすね。なんか新鮮ですけど、結構二人のレアな姿見えますから、ね、どちらかというと結構、まあ、真剣なね、うん、トレーニング姿しかこうお互いに見せてない。いやこれ本当だから壁木さんちょっと泣きそうになってるもん。かわいらしい、なんか涙が目が潤ってて。でも壁木さんこんな感じ。珍しいっす。カネキンさんがさ、可愛く見えてきた。可愛らしい。やめて。ちょっと照れてる。可愛らしいよ。チャーミングの感じが。やめてほしい。でもカネキンさんペース落ちないですよね。落ちない。ずっと同じペースになってるから。もう遅く最後に。確かに最後に勝つわ。まさにこのカネキンさんのこの減量期間の過ごし方みたいなのを表してる感じが。ハンバーガー食うと同じ。そう。ずっとこれがあると止まんないですよ、最後は。かっこいい。意外にまだ8分しか経ってないから。そうなんですよ。金井さん、メンタルをこうスーッと維持できてます。どうですか？こう今戦いながら。いつも通り。なるほどね。高みの見物じゃない。そういう感じね。ちょマジでクソやばい。頑張れ。いや全然なんだよな。お兄ちゃん、こっからなんだよ。こっからマジ気合いなんだよ。純平さん、7、次で7っすよ。やばい。え、ちょっとやばい。かなり煽りメンタルゲーム始まってくる。やば。いや、こっからでしょ。ふう、相手が次6つですね。常に乗せる。やば。いや、やっぱちょっとレベルが違う。マジ、一昔前テレビチャンピオン見えるだけ。あれじゃ全然いいじゃないですか。全然いけない。めちゃくちゃ食いますね。普通にバーガー愛が誰よりも。一応評論家ですもんね。そうやってましたね。評論家プロでやってて、だからカネギさんトレーニング動画よりハンバーガー食ってる動画が伸びてるもん。50万再生ぐらいいってるよね。そうですよ。全部合わせたらもう500万再生。マジか。ビッグコンテンツですか。ビッグコンテンツです。信用されてる。それすごいね、評論家。何個あるんでしたっけ。50あります。50か。今だって合計みんなしたら何個食べます？ 22。 ほら、だからこれワンチャン50完食ありますよ。まだ半分の時間に。いや、絶対いける。いけるかな。いや、めっちゃ現実主義。いやこのペース落ちなければ、はい、このペースがね、確かにさすがに落ちるかもしれないので、あと10分です。10分。でも今日俺もスピードが進んで、これいける気がするんですよね。今この僕これ完食したら今4つ目が終わって次がそんなバカな。本当だ。5つ目に入る。オッケーオッケー。ちなみにマック1万円ぐらいの時はバーガーが大体14個ぐらい、プラスポテトとナゲット2つ、ポテト2つ、ナゲット2つ、ドリンクが4つぐらい、4つ、あとスイーツなんかちょっと、スイーツ24時間2時間ぐらいで1万円も2人で。それは結構冗談じゃないレベルで。2人で今度やってください。1万円企画食ってみたら。分かった。
一番高くて一番香りしかないと買えば。それはそういうことをやるとあの YouTube で叩かれます。例えば尊厳美茶だけ買って飲んでる。ダメなんだ。ダメです。ダメなんだ。で、純平さん8個目っす。俺なんかね、俺なくなったわ。もうないのかな。やばい、待って。俺なくなった。これまず B だからちょっと。俺6個目。お兄ちゃん6個目。あ、でもちょっと追いついていかない。お兄ちゃんじゃん。でもあの時間かかってるから。じゃあいけるよ。ほら、結構お前、なくないんだ。ブーストしよう、非常にやばい。いや、マリちゃん運転してもらえばよかった。帰りやばい。帰りやばい。帰りやばい。絶対やばい。でも大丈夫かな、これね。なんとなんと、エビオスジョ持ってきました。うわー、ガチだ、ガチだ。持ってきました。こんな腹に優しいやつ。あれって結局、エビオスジョって意味あるんですか？ある。エビオスジョって。そんな感じですよ。あると信じる。あると信じる。飲むことに意味がありますからね。そう。なるほど。消化、消化の酵素だから。そうそう、確かに。うん。金木さん、コーラ飲み始めて。お、余裕。楽しみじゃん、ちょっと。コーラ、コーラ始めましょう。コーラ。バーだとコーラなんか分かるわ、それは。なんか。純平さん、最後コーラ飲んだいつですか？大会飲みました。大会飲んだ。うん。大会中、なんでか分かんないけど、コーラ200ミリ、あの大会当日、香港か。当日にコーラ200ミリリットル飲めって言われて。すごいですよね、あの当日のあのバーガーといい、その入れる食事の。でも不安になりました、それでももうやってやろうみたいな感じになりますか？いや、でもね、もうそれまでにもうバリバリに仕上がってるから、なんかもう別に今食っても何も、何も絶対大丈夫だなっていう感じ。金木さん、次の大会なんかバーガーとか食いたくなって言ってください。買ってきますから、50個ぐらい。え、7個目って言うから喋んなくなってる。勝ちに来てる。勝ちに来てる。スルースキルが強くなってる。スルースキルがこの戦い方で。本当にコーチによって違うから。確かに。では入ってからくなってる。ちなみに今回酒入れました。あ、入れたんだ。入れた大会があるの。お酒ね。僕は入れちゃった。うわー、それいいな。それいいな。パーティーみたいな感じ。最高。だから、芸人の人上がりそうです。それなら大会では、前日にちょっと前年前にボンボンとそれ、来年やろう。来年やろう。協力して、協力してもいいじゃん。企画やる、何でもらえる。もちろん、水飲んでてるけど、何より睡眠がもう最高に、最高に出してる感じで。で、逆に睡眠いいのが取れれば、またさらに水が抜けるから。なるほど。すっげえ、多分うちの視聴者全然どうでもいい。いや、間違いない。いや、いや、もうでも、いや、いろんな話ですから。ベスターのハンバーガー大食いしながら話す話じゃない。トレーニングしてる人いるでしょ。結構いっちゃいます、いっちゃいます。いや、もうそもそも2人が出てる時点で多分皆さんこれ見てますから。そうですね。じゃあ、こっからそろそろ、間違いない。もう現状は今こうやってやると、もう一個考えると思って、ぶっちゃけ動画的にもう十分食べたし、いいんじゃね、もう食べなくてよくね。え、そんなこと思う？思いますよ。で、そういうこと思うたびにヤギに怒られる。で、明日またやってる。そう、またすぐやる。純平さん、休校目。そうだ。いや、待って、純平さんやっぱおかしいよ。ちょっとすごすぎる。行きたいな。俺これ食べて、次何個目？7個目、7個目。食えなかったな。ユンチュウね、いや、こっからギア上げたら、あの、始まるかもしれない。あ、そうだね。ああ、もうそっちが。いや、今、そっちが来ました。そっちが。今、なんと、これ6個目。終わり。これ6個目食った。これ6個目食った。ヤン、どうだ？ヤンが今一番ダメだよ、俺。うん。パワーだけは倒す。いや、マジ、俺マジ、金金だけじゃ負けねえよ。金金8個目だから。あの、8個目やし、安定。それが、あれだ！安定。金金さんだけ絶対潰す。ペース落ちないの？本当よな。金金さんのインスタライブマジ好きなんで、コメントすると、ゆうちゃん大体のぞみに俺好きなんで、金金さんで俺がライブですごい嬉しそうですよ。まあ、嬉しいっすよ。それが嬉しいよ、俺も。そうそうそう、セレブだから嬉しい。セレブじゃないっすよ。ただ、もう見てください、どっかセレブ。セレブっぽい。俺、セレブっぽいっすよ。俺、セレブだ。セレブの人はちょっと出てるから、ディガプレっぽい。ディガプレってこの感じめちゃくちゃポジティブ。嬉しい。大丈夫、止まってるよ。止まってる、止まってる。今、場を回してました。来年勝つんだろ。いや、本当、勝つ気あるんだよ。勝つ気ある。マジで。もうでかくならないと。まあ、ディカプレに負けてよ。俺に負けてどうすんだよ。あー、欲しいな。
残り3分30秒ですね。やっぱり1個いけるかどうか。いこう。やっぱりね、冷めてきてやばい。バーガーが。うわ、きつ。いや、おいしい。同じ条件ですね。そう、プロにならない。プロにならない。条件にないでしょ。うわ、うわ、うわ、マジで。いいから、10個目。バカゴリだし。なるほど。バカゴリだね。言葉選ばず言うと、バカゴリだね。ゴリラはかけ、なんでバカゴリだ。笑かすだよ。どうぞ。なるほど。ゴリラ、隣ですわ。だってね。いや、これあと2分で食いたいな。うわ、肉に15。で最後に俺はコーラをぶち込んで、ぶち込んで、何も言ってみすしおい、吐く吐く時の顔やめろよ。うわぁ、見なさい、落ちた。208になると絶対のこういう動きシュート決めたサッカー選手みたいなことやるんですよ。わかるよ、わかる、めちゃくちゃ分かる。それなんか確かに俺の人も打てればよかった。ないっすか、やっていこう。いや、もう、ダメ。じゃあ出ます、10個も食ったら。いや、1分半だよ。やばい。いや、これはみんな。やばい、マジで。いや、噛んでもない。今、手に持ってるやつは1分半で食べよう。いや、ごめん。いや、やっちゃいます。いや、行きます。確実に行きます。僕、行きます。エビオテルあるから、うわっ、その前に行っちゃうの。毎日これ最近クーさんって全部吐くんですよ、毎回。うわ、くれ、もしかしたらリバースやるんだよ。いや、耐えてないじゃん、これ。リバースしてないから、耐えてるよ。はい、残り1分です。ラスト1分、集中負けんのすごい。いや、これ最後ラストスパート。マジラストスパート、レッツゴー。強かったな。カリーサ最近ちょっと弱い時もあったけど、
ああ、ちょっと数ヶ月前ですね。するとばっかり。ちょっと数ヶ月前。ちょっと数ヶ月前。あ、人間だよ、そうです、そうです、あのテンション高い時もあるし、落ちる時もあるし、これでメンヘラ卒業、メンヘラ卒業、これで卒業されたら困る。今後さ、精神状態不安定な時さ、ハンバーガー食いしだしたら心配だ。その時遊び、その時は持ってくんです。確かに持ってきたらハンバーガー。ということで今回はちょっとサワヤチームちょっと乾杯ということで、またもしね、リベンジさせてもらえるならいつか、ちょっとまた別の食べ物軽いさ、ハンバーガーだけにも、ハンバーガーだけ、ハンバーガーだけ、寿司とかめっちゃしんどいですよ。寿司はめっちゃしんどくて、青魚だから、最終的に酢飯、お酢がもう無理になって入らない人。今回ちょっと金銀さん専門分野だったんで、そのバーガーっていうのは確かにね、ちょっとそれはちょっとハンデになってしまったから。金銀さんの冷静すごいな、食べてきてるのにこんだけ食べてる。確かに確かに、コーテンもガンガン飲んでから来て、だからすごい、トイレトイレ急にすごい喋るし、これはすごいわ。いや本当に金銀さん俺好きなんだよ、本当に大好き。まあてことで、いや改めまして皆さん、熱い戦い見れたなと思った人はぜひグッズオーナー、チャンネル登録、通知のまま、そしてお二人の、SNS 各種概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そしてこれからね、来年2人まだ大会とか出られると思うんで、ぜひ皆さん動向を追って本当に応援してください。つい最近試合出てて、その時のバッチバチのお二人のすっげえ体が動画にアップされてるんで、それもぜひ見てみてください。本当はこんなすごい人たちだったんだよって、本当はね、いや、わかるでしょ、そんな人たちに番組やの俺言っちゃってるから。本当すごい人たちなんで、これからもね、ベスタみんなで応援していきましょう。お願いします。よろしくお願いします。大会応援していくんで、はい、ぜひ来てください。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。